新年明けましておめでとうございます。ユニークラブレコードひねくれゆうまです。今年も1年よろしくお願いします。今日はですね、1月1日のお昼頃なんですけども、日付が変わった今日ですね、ユニゾンスケアガーデンが公式からですね、バンド結成20周年を記念しまして、いろいろイベントがあるということでですね、それの告知の、発表があったんですけども、今日はそれについてちょっとお話ししていこうかなと思っております。その特設の、サイトに行くとですね、5つのコンテンツの発表がありまして、まず1つ目プロジェクト1がですね、会員限定ライブツアーユニシティボリューム2、そしてプロジェクト2リバイバルツアーキャッチャーインザスパイ、そしてプロジェクト3日本武道館、そしてプロジェクト4が20周年の記念のスペシャルボックス、20周年アニバーサリースペシャルコメンツの5つでございます。その会員限定ライブツアーユニシティボリューム2はですね、前々から発表があったので今回は割愛しましてですね、リバイバルツアーキャッチャーインザスパイの話からしていきましょう。これは4月3日から4月25日っていうね、今までのライブツアーに比べたら短い期間なんですかね、8公演あったのかな、大阪から始まって愛知があって長野行ってとか、福岡岡山行って、埼玉宮城東京都が2公演西郎や東とか10公演か、僕は東京にいるんで NHK ホール見に行きたいなと思うんですけども、やっぱねリバイバルツアーはね見るべきだなって思いました。僕もユニゾンスケアガーデン好きになってから、スプリングスプリングスプリングとか、サイダーロードのリバイバルツアーがあったんですけども、それにはちょっと手をつけてこなかったんですね。その理由がやる曲知ってんのに行ってもなーみたいないうとこがあったんですけども、今回からですね考え方が変わりまして、なんでリバイバルツアーやるんだろうなっていうことを考えた時にですね、やっぱこう現状の、ツアー、去年も、たくさん行かせていただきました。やっぱ最近の曲が多くなって、ちょっと昔の曲がなかなかやれない状況、これ曲増やしていってるわけですから、そういう状況になるのは当たり前なんですけども、やっぱ昔の曲聴きたいなって思ったら、やっぱ昔のツアーのセトリをやるというリバイバルツアーは理にかなってるなと、それがリバイバルツアーをやる理由なのかなと思ってまして、これ公式から発表がちゃんと正式にあるのかは分かりませんけど、リバイバルツアーやる理由ってそういうとこなんだろうな、昔の曲やれるしみたいな、そういうとこもありまして、リバイバルツアーのキャッチャーインザスパイ、これぜひね、なかなか聴けない曲いっぱいあるんでね、本当にそういうレアだなって思ってる、レアな曲聴きたいって思ってる人は行った方がいいと思いますね。私サイレンインザスパイなんて本当にこのキャッチャーインザスパイのツアーじゃないとやんないんじゃないの、やっぱ。あとトゥーザサイダーロードもね、なかなか聴けるもんじゃないですしね。僕はメカトル時空探検隊、これ何回かライブでやってると思うんですけども、バチクソ好きでね、クレイジーバースデーとかインスタントエゴイスト、もうこの辺はもう、盛り上がること間違いなしと。いう曲がね、ずらっと並んでね、ロック色が強いアルバムなだけにですね、本当にロックバンドの凄みっていうのを感じられるツアーなんじゃないかなと思います。そしてですね、日本武道館の話するか、もうこれね、日本武道館7月24日バンド結成日ということでですね、その日に武道館を10周年の時にやって、15周年は大阪の前島スポーツアイランドっていうところで野外ライブでやって、今年どうすんのかな、東京に戻ってくるのか、はたまたなんかこう日本の中心へその町、名古屋とか静岡とかなんかそこら辺ちょっと日本の中心でやるのかなっていう考えも、してたところなんですけども、日本武道館しかも3 days、7月24、25、26の水木金という3連チャン、これ3つとも行きたいね、やっぱね、ファンとしてはね。ユニゾンスケアガーデン20周年の結成日、7月24日に、日本武道館のライブが決定、ロックバンドの20年がついこの日実を結ぶと、この日を軸に翌日25日26日に異なるライブ開催が日本武道館にて決定、ロックバンドはやっぱり楽しいということでですね、これむずいんだよ、むずいっていうかね、僕は勝手にこういろいろごちゃごちゃ考えるのが好きなんで考えるんですけども、24日にやっぱこうなんていうんですか、メインの楽曲もう今ある中の完璧なセトリを作ってもう盛り上がる、
じゃあ25、26何すんのかなって考えた時に、やっぱどっかでレア曲を集めた、もうやらないと決めていた曲を寄せ集めたライブがあったり、まあ想像に難くないと思うんですね。そういうこともやりそうかなっていう、予想はつくんですよ。じゃああともう一個なんか儲けるとしたらなんだと、カップリングだけ寄せ集めしてライブやる、いやそれ前やったしなみたいな、まあ、そういうごちゃごちゃ、したことを考えるのが好きなんで考えてるんですけど、まあ、ちょっと、むずいと予想が。でなんかね、一応ライブのタイトルが発表されてまして、4月24日はロックバンド is fun とか、ロックバンドは楽しいっていう、まあまあ直訳なんですけども、そしてその後の25、26のタイトルは後日発表と、まあ、このタイトルでね、なんか予想動画でも上げたいなと思ってます。ファンならね、この3連チャン行きたいっすよね。まあ当たったらの話なんですけども、どんなライブになるかちょっと楽しみですけどね。じゃあ次話しましょう。20周年記念のアニバーサリースペシャルボックス、7月リリースということでですね、まあ、20周年を記念したスペシャルボックスのリリース決定、音源と映像で綴るスペシャルボックスの詳細は後日発表、なお本作品を引き下げての全国ツアーを秋に開催と。まあ、夏はね武道館で記念ライブやって、その後このスペシャルボックスを引き下げてやると。ここが引っかかったんですよね。このスペシャルボックスの内容を武道館でにぶち当てるんじゃなくて、それは秋のツアーに取っとくっていうね。じゃあどんだけアイディアあるんだよっていうね、田淵さん、まあどうせこれ田淵さんの考案なんでしょうけど、どんだけねまだ隠し持ってんだよアイディアをっていうね。まあこれなんでしょうな、まあ映像、音源と映像で綴るんですからね。まあ MV とか、MV ある曲のツアーとかになるのかな。今何個あるんだろうな、ちょっとまあ正確には数えてないですけど、まあ20、30近くあるのかな MV って。まあ十分ライブのツアーのセトリは組めるぐらいのものがあるんでね、まあ、ちょっとこってりした内容にはなりますけども、まあ、どんなものになるか楽しみですね。あとは、まあ、スペシャルコメント、これもカミングスーンということでですね、まあ何のこのスペシャルコメントをカミングスーンにする理由が僕にはちょっとよく分かってなくて、なんか田淵さんもブログでね、まあこんなんやるよ、ブログを更新して、斉藤さんはですねギターでねオリオンをなぞる、ドゥルルドゥルルドゥルルドゥッチェンってこうギターで弾いてるってね、なんでオリオンなぞる弾いてんだろうみたいな、なんかオリオンが関係するのかここからみたいないうこともいろいろ考えてるんですけど、まあ、スペシャルコメントは、まあ、後日ちょっとまた、発表されてからお話ししていこうかなと思います。でアンドモア、このアンドモアがね、僕は非常に楽しみでですね、まあ、15周年の時とかはいろいろトリビュートアルバムが出たり、まあ、これが多分今回でいうところのスペシャルボックスなんですけど、なんでしょうけども、ユニカフェね、またね、ユニゾンの関係のカフェを開いたりですね、HMV とかタワレコとかコラボしてなんかまたイベントをね、開いてくれるのかなっていうところが、まあ、想像に難くないというところなんですけども、まあ何しろね、7月というか、この2024年はですね、まあ、非常に楽しみでもあり、僕にもとってもちょっと記念になる、年になるんじゃないかなという、気がしております。ちょっとね、全然、喋る内容がまとまってない中、勢いだけで今この動画を撮ってるんですけども、ちょっとお聞き苦しい点、意味わかんない点あるかもしれませんが、申し訳ございませんでした。まあ、新年ということで、多めに見てください。もういいかな、喋ることないな。はい。ありがとうございます。ということで、ちょっと、だらだらわけわかんない動画になりましたが、今後ともぜひよろしくお願いします。じゃあ、今日はここまで、バイバイ。